はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョーでございます。動画に入る前にですね、こちらリリチョーのねフォローよろしくお願いします。今1833人ということで、あと少しでね2000フォロワーに突入するということで、まだねフォローしてくださってない方いると思うんで、そんな難しくないんで、僕のことを応援してくださってる方はぜひともね、この右上の多分ね丸3つ押せば、多分ここにフォローってやつが出てくると思うんで、フォローよろしくお願いします。今回なんですけれども、皆さん催眠術って知っていますか？糸にさ五円玉を吊るしてさ、ウィン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 ってやってさ、あなたはどんどん眠くなる眠くなるみたいな感じでそっとに眠くなってコケって倒れちゃったりとか、最近で言うとさ、なんか指パッチパンってやったらなんかいきなりバタって倒れたりとかするテレビ番組とかなかったっけ。テレビとかさ YouTube とかでもいいんだけど、いろいろなところでね催眠術っていうのを使った企画とかをやっている方かなり多いと思うんですけれども、ロブロックスにですね、遊ぶと催眠術にかかるマップっていうのがあるらしいんですよ。えってありえないよね。普通にゲームをしてて催眠術をかけるようなトラップってのがあって、催眠にかかってしまうみたいなのがあるみたいなんですよ。今回はそういった遊ぶと催眠術にかかるマップで遊んでいきたいなと思いますんで、よかったら皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあやっていきます。ここにですね、皆さん、ヒプノティズムって打ちます。ヒプノシスとか、ヒプノティズムっていうのが日本語訳で催眠術って意味なんですけれども、これを入力すると、たくさん出てくるんですね。まあ、比較的有名なマップはないにせよ、ほら、アクティブゼロ人とかが多いにせよ、本当に催眠術にかかってしまうマップあるかもしれないですよね。過去で言うと、ほら、ASMR のマップとかあったじゃん。アクティブ数ゼロ人だったけど、本当に ASMR っぽい感じになったじゃないですか。みたいなのがあると思うんで、やっていきたいかなと思います。はい。一番はあれですよ、催眠術にかからない、要は何もないマップっていうのが一番ありがたいんですよ。変に催眠かけられるとさ困るわけじゃないですか。なんで、まあ、何もないことを祈ります。やっていきます。1つ目、ヒプノティズム、普通に催眠ですね。やっていきます。まあ、これは低評価が多いからワンチャンテンプレートっていうか、何もないマップの可能性も十分あるのかなと思う。え、あ、開いた。何これ。あ、ナイスビーチ。どういうこと ?Please stand on the table and you will fall asleep. 机の上に立って、fall asleep、深い眠りにつけっつってんの?うん、催眠ですか?催眠術かけてるんですか?それによって、ナイスピーチ。うん、会話の意味がわかんない。下になんかあるぞ。何あれ?下。みんな下になんかある。なんか催眠に関係してんのか?落ちてみるか。おい。何あれ?何?催眠術に関係ある?あれを踏んだら催眠にかかるとか?テンプレートのど真ん中に赤いボタンみたいなのがありますよ。これ、踏んでみるか。何これ?はい。まあ、みたいな感じで、今回はまあ、催眠術に関係するマップをやっていきたいなと思います。まあ、他にもたくさんあるんでね、見ていきたいかなと。まあ、ねえ、まあまあ、まあ全部これがありがたいんですよ。これが正解なんだよ、みんな。ちょっとみんな考えよう。いや、催眠かかってねえじゃん。のんのんのんと。のんのんのんと。かからない方がいいんですよ。だってさ、動画を見ているみんなもかかってしまうわけじゃん。そうだよね、動画に映るわけだから。そうなったらさ、俺一生動画上げれんじゃん。催眠術の動画編集してる時にさ、レミーってなったらダメじゃんみたいな感じで、何もないのを祈りましょう。じゃあ次、はい、次こちら、ゲットヒプノティゼット。なんか催眠を得るみたいな、だから催眠術にかかるのかもしれない。これ高評価の方が多いですね。やっていくか。はい、ということでやっていきます。何これ。は、おい、ちょっと待てよ。これ無限に続いてる穴がある。ザ・フォール・ノーマル。他のはザ・フォールエクスプロージョン、これ爆発とかか。ザ・フォール・トロール。ザ・フォール・スタック。ザ・フォール・キック。5種類の穴がありますね。でも全部同じような穴だぞ。うわ、これ見て、みんな催眠にかかりそうな感じじゃないですか、この穴。これ面白いですよ、皆さん。5パターンあるみたいなんで、1個ずつじゃあ落ちていきましょうか。あ、皆さん、ここからはご視聴注意で、本当に催眠にかかってもいい方だけ動画を視聴してください。いきます、皆さん。ザ・フォール。じゃあ、まずはノーマルだね。いくよ。ノーマル。はい。うわ、なにこれ。うわ、なに、なんか目がチカチカする。なになになに、なんか目がチカチカする。なんか止まってるみたい。ほら、目の錯覚でさ、動いてないように見えない、みんな。ほら。ああ、死んだ。なに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 、死んだぞ。何これ、なんか気持ち悪いんだけど。エクスプロージョン爆発だって。突入。ほら、みんな見て、錯覚でさ、これ落ちてるか落ちてないかがわからないんだよ。その場に居座ってるとか、なんかさ、ビョーンビョーンビョーンってなんかジャンプしてるように見えない。何、爆発した。
爆発したよ。なんか今ボーンって爆発したよね。これ何これ何これ、どういうことだ。あ、下についた下についた。あー、こんにちは。はい、ということで2つ目爆発しましたね。じゃあ次3つ目、トロール。トロールってどういうこと。なんかめっちゃいるぞ、ほら人が。ダバディってやつがいる。下なんもなさそうだけどね。行くわ、レッツゴー。トロール何が起きるんだろうね。はい、とりあえずまあ錯覚を見せられてる感じ。うわ、なんか催眠にかかりそう。ちょっと眠くなってきたかもしれない。なんか下さ、みんな穴がある。おい、何何、ああ、なんか落ちて、何をさせられてんの俺は。スタック、スタックってどういうことだろう、わかんない。やっていくか。まあ、今のところ何も起きてないよね。今のところ何もないですよ。さあ、これから何が起きるんでしょうか。何、ほい、お、ほい、え、うん、出れなくなっちゃったじゃん。では皆さん、ラスト、キック。多分これ、マップからキックされるってことかな。はい、行きます。これなんか催眠術に関係あるマップなのかどうかわからないんですけど、まあ一応タイトルが催眠術なので遊んでるんだけどね。もしかしたらこれは催眠にかかるのかな?おい。ああ、まあ本当にキックされたわ。はい。ヒプノタイズボックス。まあ催眠ボックスってことで、箱の中に囲まれてるのかな?で、その箱の中をずっと見ておくと催眠にかかってしまうとか、そういう感じなんですかね。見ていきましょう。何これ?もう気持ち悪いんだけど。あべ、これなんか気持ち悪くなるわ。なんかずーっとぐるぐる回ってる。なんかおかしくなりそう。この部屋の中にさ、1時間ぐらいいると、本当に催眠にかかりそうな感じ。なんか目が回ってさ、なんか操られそうな気がする。あれ?おかしいな。あ、なんか、ああ、なんかどんどん眠くなってきた。ああ、眠いなあ、ああ、とはなりな、な、うん。まあ、とはならなかったんですけれども、うわ、これ気持ち悪いな。やめとこう。これ1時間いるとね、なんかおかしくなりそうですね。よかったら皆さんやってみてください。じゃあ次、ゲットヒプノティゼットバイ G ゲーマー357ベータということで、これ高評価が非常に多いですね。ゲームの作成者に催眠術をかけましょう。あなたは遅く奇妙で異なったものになるでしょう。あなたは隠されたものを見つけることができますか。催眠術をかけられたヌーブ、そして私はフライドチキンマンが大好きです。最後いる?じゃあやっていきましょうか。作成者に催眠術をかける、俺らがかける側なのか。1、アップデートカミングインザフューチャー。え、顔がなんか変わってんだけど、リーチョ、どうしたのお前その顔。なんかもう催眠にかかったみたいな顔してる。進んでいったらいいのかな。まあ、今のところなんか催眠にかかる要素はないけどね。こっち行ってみるか。これに入ればいいのか。はい、ボタンは押せる。何ランニング。今なんか稼働中だって。何されてんの俺。なんか今催眠かけられてるみんな。あ、みんな、なんかおかしくなってる。え?あ、え?なんかヌーブスキンに変えられたかつ、なんかめっちゃ足が遅くなりました。あと首が曲がってるし、頭後ろだし。まあ見たような感じでね、もう完全にね、もう催眠にかけられた。これ催眠なのか?ってことはね、本当はね、自分の顔なのかもしれないけど、僕たちは今騙されてます、皆さん。本当はね、これリリチョウスキンなんだけど、もう視聴者の目とか僕の目は騙されてるんですよ。ヌーブスキンに見えるようにもう錯覚させられてるんですよ。もう催眠にかけられたわけですね。はい、みたいな感じで面白いですね。じゃあどんどんやっていくわ。じゃあ次。なんかサムネがちょっといびつだね。ヒプノティジット。あなたはベッド、机、そして電話だけのある巨大な紫色の家で目を覚ます。あなたはパーティーの最中に昨夜何が起こったのか知りたいです。あなたは旅を通して奇妙なことを経験します。作業中です。このゲームは未完成で遅れがある場合でない場合があります。おそらく無敵でカットシーンが機能していません。まあ、パーティーの最中に何が起こったのかを知りたい。多分お酒飲んで寝てるだけなんじゃないんですか?これ催眠術関係あるのかわからないんですけれど、やっていきたいかなと思います。ストーリー系か。面白そうですね。長えや。いやー、わらびじで言う、なんかめちゃくちゃ長えストーリーだな。もうなんか、なんかあとめっちゃ人いるわ。何これどうなってんのこれ。でもさ、これ謎解き系なのかもしれない。ほら。謎解いていく系だよ、みんな。いろんな人の話を聞いて、多分なんか答えを出さないといけないのかな?ほら、また長えんよ。これ、どういうことなのこれ。なんか死んだんだけど。
はい、多分ね、催眠には関係なさそうですね。催眠に関係のある、まあ、ストーリーということで、僕らが催眠術にかかるわけではないみたいですね。はい、そんな感じで皆さん、どうでしたでしょうか？催眠術にかかるマップでした。かからなかったのかもしれないけど、もしかしたらもうかかってる可能性もあるよね。かかってるんだけど気づいてないと。催眠術ってそんなもんだよね。かけられたことに気づかないんですよ、我々は。もしかしたら、この動画を見てる最中にかかってしまっていて、この動画が終わった瞬間に、あれ？なんかおかしいぞってなるかもしれないんで、まあ、おかしいなーってちょっと普段の生活となんか変わったことがあるんだったらよかったら皆さんコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そんな感じで、遊ぶと催眠術にかかるマップでした。皆さんも催眠術にかかるかもしれないですよ。お疲れ様です。バイバイ。